非常に投、ま、機、あ、的な動きと言えなくもないような購買力変化からどんどん離れていくような円安に対して一定の牽制をあああの与えたという意味では効果があったと思いますね。 足元ではやっぱり145円前後で推移していてやはり効果限定的な部分もあるのかなというふうふに思うんですけれどもこの辺はいかかがでしょうかただ私、私正直言って介入していなければもっといっていた可能性があると思うんですよねですからその辺で安定しているということはあの他のことは変わっていないのですよそれからポンドだって安くなっているのに安定しているということは一定の効果があるしこれからだってもしも必要であればまたやると思いますね。